はい、それではインテグラタイプ RDC2 の試乗インプレッション行ってみたいと思います。98スペックですね。で距離はまだなんと、64,000キロちょっとっていう感じですね。非常に距離は少ないです。でこの車、前のオーナーさんから直接買い取りさせていただいたんですけども、ガレージで保管されていたような感じだったので、内外装がですね非常に綺麗。久しぶりに見ましたね、こんなに綺麗な DC2 で、全然ノーマルとかではなくてですね、見た目はノーマルなんですけどね、一通りちょっと手が入ってるような感じで、まず足なんかは、クスコの車庫調が入っております。でトラストの、オイルクーラー、入ってオイルキャッチタンクも、装着されてますね。あとはですねATS の LSD が入ってます。なので、交差点とかで曲がるときとか、バックするときとか、ハンドル結構切ってアクセル踏むとチャタリングの方は出てきますね。で、駅マニはノーマルで、駅マニは、無限ですね。エアクリーナーはノーマルですね。で、マフラーも無限といった感じです。排気系は無限で統一しているような、そんな感じの車ですね。で、乗り心地なんですけど、クスコの車高調ですから、そんなに硬いっていう感じは全然ないです。むしろ、純正とそんなに変わらないかな。で、クラッチの方のつながりも非常にスムーズですし、ミッションもスコスコ入る。ただやっぱり LSD が入ってるので、ハンドル切った時のね、この感覚っていうのはやっぱノーマルとは全然違うなっていうイメージですね。ブレーキも非常に効きますね。ぐっと止まる。でこのウルトラのですねちょっと古いですけどスピードメーター入ってるので、一応これリミッターカット機能もついてるのでリミッターはカットされてるのかな。あとはDVD のデッキに ETC といった感じで、内装なんかはですね、ほぼノーマルな感じですよね。シートもレカロシートのままですし、ステアリングも変わってないです。見た目ノーマルですけど、やっぱりちょっとこう走ってたかなっていうような感じのハンドリングですね。でもアクセル踏んでっての加速っていうのはやっぱりいいですね。距離が少ないっていうのが、エンジンも元気ですね。ちょっと距離も少なくて、このような形でなかなか状態も多いので、DC2 としては高い方になってくるんですけども、綺麗な DC2 でね、ある程度ちょっと作られているもの欲しいっていう方にとってはとてもお買い得な一台じゃないかなと思います。以上、試乗インプレッションでした。